ワンセット、かなり迫力のある曲でございます。ぜひ。豊昇龍、星野久さん。では、スタートさせていただきたいと思いますけれども、皆様の手元にですね、あるかと思います。青い冊子が、ちょっと冊子じゃない、青い絵が入ってる、内容がずらずらっと書いてあります。全部で10楽章あります。オロチ、ジョというのと、寝床、秋祭り、その次は何だっけな、黄昏、で別れ、夏かける、そして、あ、春の宵ですね、春の宵で、その次に夏かけるだね、で、スサノオというのがあります。で最後に、情景というふうになっております。3年4年かけてね、ピアノの錦織貴子作りました。で先ほどもちょっとお話ししましたけれども、これが今回ね、こちらでやるのが、全曲やるというのは初めてです。この中の やったりなんかしてるわけですけれども、今回このような機会をね、いただきまして、正直桐生にいるなんてと思っていまして、でその前にですね、実は私たちね、出雲におりました。でちょうど出雲の方が一段落、桐生の方はね、私の方のお墓が須藤山の方にね、西国寺というお寺があるんですけれども、そこにお墓がありまして、そこで毎年、コンサートをね、やらせて、奈良さんと知り合ったのは今から 7,8 年前になるのかな、もう奈良に来ました。奈良さんのことをよく知ってる方はね、あまりこう さらっと言う方なので、来てみてびっくり、まさかのという、しましてですね、今日の日を迎えたということになりました。曲の中に行ってみたいと思います。ヤマタノオロチ組曲、
Thank you.
Thank you.
本当